トレンディエンジェル斉藤司さん、横澤夏子さんです。よろしくお願いします。お願いします。失礼します。お願いします。お願いします。お願いします。まず斉藤さん、はい、斉藤さんは2019年に行われました、はい、ハレザ池袋のオープニング記者発表にご登壇されていたと、はい、そうです、はい、こちら覚えてらっしゃいますか。もう昨日のことのように覚えてますけれども、はい、鮮明に、ユリアンレトリーバーとね、はい、4人ぐらいでやりましてですね、はい、すごいその時も確かユリアンがピアノを弾いてたような気がしたんですけど、ね、ちょっとすみません、うる覚えでございますけど昨日のように覚えていたんじゃないですか。私もちょっと昨日の朝ごはんも精一杯でございますけれども、でもなんか間違いなくこの綺麗な建物だなと感銘を受けたのをね、はい、すごく覚えてます、うんうん、本当に。横澤さんといえば2019年にはフジテレビのてっぺんのピアノ頂上決戦にすごいご出場いただきまして、うん、で、さらには先日リトミック講師にえ、はい、なられたということで話題になってますけれども。そうなんです、ちょっとリアル、うん、ネタで音楽の先生をやっていたんですけど、うんうん、リアルでね音楽の先生になったら、うん、なんかなりたいなと思って、で吉本の託児所に、はいはいはい、私がリトミック講師として子供を楽しませられたらいいなっていうので、うん、あららららら、そうなんですよ、すごい講師の資格をちょっと取りまして。じゃあ相当なピアノの腕前すいません、ちょっと本日お祝いの場ということでそうしました、弾かせていただいてもよろしいですか。え、いいんですか。うわ、すいません、ピアノ弾いてくれるみたいです。すいません、一人で、はい、失礼、一人であ、いいですか。じゃあ斉藤さんミュージカルをね、そうですね、おやりになられてますもんね。じゃあせっかくなんでやっぱ僕もなっちゃんのピアノに合わせて歌とか歌ってね、この2周年お祝いさせていただきたいなと思うんですけど。はい、私たちでね、いいですか逆に、はい、はい、ね、だって斉藤さんも2019年のミュージカルレミゼラブルで、はい、テナルディエ役で、テナルディエ、ね、はい、私は拝見したんですけれども、ね、あ、本当ですか、はい、本当に憎たらしい、あららららら、素晴らしいですよね、褒め言葉ですね。今日ちょっとじゃあその喉前私も見せさせていただきますんで、はい、楽しみにしております。はい、大丈夫ですよ、はい、では曲は始まってからのお楽しみということでよろしいですか。そうですね、相当な腕前ですね、なっちゃん、はい、うん、はい、では準備できたようですので、ピアノ演奏横澤夏子さん、歌斉藤司さんです。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと心の、はい、ちょっと早かったんで、すみません、はい、早かったとか、いろんな環境を見て、すみません、笑いが止まらなくなっちゃいました。ちょっと私の都合で、目つむって歌っても大丈夫でしょうか。なんかね、あんま見えないものが、はい、見えない方が、はい。見たくないものがですね、はい。お膝トン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 、ヒゲじいさん、トン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 、カブじいさん、トン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 、メガネさん、トン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 、メガネさん、トン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 、手は上にキラッキラッキラッキラ、手はお膝。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、道行く方々が思わず足を止めて聞き入っていらっしゃいました。嬉しいです。お父さん、ありがとうございます。やっぱ昔聞いてたからね、刺さった。そうですね。刺さりましたね。みんな知ってる曲ですもんね。はい、なんでこの楽曲を選ばれたんでしょう。そうですね。はい、私がトン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 ヒゲじいさんしか弾けないということで。ずこ。ずこ。はい。そうですね。だから、はい、演奏始まって、私はちょっと思わず、すみません、笑いが止まらなくなってしまったんですけど、はい、なっちゃんのポーカーフェイスぶりに思わず、この人なんでそんな真顔できるんだろうっていうので、はい、すみません、弾ける顔だけはできるんですけど、弾ける顔だけ、はい、そうなんですよね、すごい緊張しました。そうですよね。私は1曲2ヶ月の練習が最低必要なんですが、はい、ちょっと2日前に、そうだよね、ごめんなさい、曲弾けますかって来たんで、はいはい、だったら
らトントントンとヒゲじいさんでしたら弾かせていただきたいと言ったらもう斉藤さんが、はい、じゃあそれでっていうか、はい、お選択の余地がなかったので正直絶望はしました個人的には、はい、斉藤さんあの本当は歌いたかった楽曲があったという、はい、まあそうですね本当はあのクイーンとか あのボヘミアン・ラプソディとかを歌いたかったんですけれども、はい、あの正直もう喉を2割ぐらいしか使うことなく今回は皆さんね、もったいないぐらいですけど、まあ、2周年だけに、はいはい、池袋にね響き渡りましたよ ねおじさんが一人泊まりましたから、はい、素敵な楽曲ありがとうございました。あなた笑ってるよ。半笑いじゃないですか。半笑いじゃないちょっと童謡って楽しくなりますよね。そうですね、聞いてる側もそうですね、はい、ちょっと思わず乗っちゃいましたもん、はい、あ、そうですか、すごい踊ってくれてたのかな。嬉しいね、ありがとうございます。嬉しい。私は動揺しちゃいました、はい、そっちの動揺だけに、はい、さあ止まらないでください大丈夫ですか、はい、あの赤い壁ずっと見てる、赤い壁、はい、見ないで